こんにちは、玉寄大樹です。ですね、ミステリーホラーを作ってるんですけれども、短編ミステリーホラーっていうのを作ってまして、いつもですね、本を考えるときに、本って言ってもあれなんですけれども、アイディアを出すときにですね、僕が3つのキーワード、何でもいいんですけども、今日思いついたのだったら唐揚げとか、唐揚げ、ストロー、ビール、この3つ、唐揚げ、ストロー、ビール、この3つでミステリーホラーを考えたりとか、その本はちょっとできてないんですけども、そういう風にして3つのキーワードを挙げて自分で本を作ったりとか考えたりとかするんですけれども、その時にですね、アイデアを出すために面白いアプリっていうのがあってですね、これちょっと僕見つけて興奮してしまったんですけれども、これはだいぶ前に見つけたんですが、言いますかね、バッテリーがもうちょっと全然ないんですけども、アイディアボックスっていう、アイディアボックス、このアプリっていうのはすごい面白くて、自分のキーワード、何でもいいんですけれども、それをこのワードリストっていうところにどんどん打ち込んでいくんですね。例えば唐揚げ確定プラスしました。そうすると、こうやっていろいろあるんですけれども、ここの中に入っているワード、この中からランダムに好きなワードをコンピューターが弾き出して、その3つで何かしてくださいねっていう、何かしてくださいねっていうか、その3つを使って何かしましょうっていう感じなんですけれども、これを使う時がたまにというか、あります。あ、ちょっと今なっちゃいましたね。こんな感じでシャッフル、こんな感じで、このアプリ結構すごい僕面白くて、例えば今だったらトイレットペーパー、カバン、手紙、トイレットペーパーとカバンと手紙、これを使って、ミステリーホラーを考えたりとかするんですけれども、例えばトイレットペーパー、カバン、手紙、朝寝坊しました、学校に行く前だったので起きた時にすごい焦りました、お風呂にも入らずカバンの中に何が入っているかもわからず学校に登校しました、1時間目が始まって授業が始まる時にカバンを開けてみたんですが、その中にはなんとトイレットペーパーが入っていました。そのトイレットペーパーは自分でも記憶に特に覚えてないんですが、くちゃくちゃな状態で中にたくさん入っていました。不思議に思ってトイレットペーパーをカバンの中から出してみたんですけれども、カバンの中にはトイレットペーパー以外何も入っていませんでした。今日学校で勉強しなきゃいけないんだけど、どうしようかなと考えた時に、机の中を漁っていたら、教科書でもなく筆箱でもなく1枚の手紙が入っていました。
その手紙は白い袋に入っていて、中には何やら小さなメモが書いてあります。手紙を開けてみるとみたいな感じですね。はい、こういう感じで自分が、3つのキーワードを出して、考えたりとかするんですけれども、これをですね急に振られた時にでもちょっとやったら面白いかなと思って、それもやっぱ考えています。こういうのもどんどん上げていきたいと思いますんで、どんどん応援をよろしくお願いします。あ、どんどん応援よろしくお願いします。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、コラボ、コメントお待ちしております。以上、玉安大二でした。ありがとうございました。